こんにちは方程式チューバーバです今回ご紹介する問題は2021年2月に整形大学にて出題された問題です。A ベクトリコー =1−11B ベクトリコール =101C ベクトリコール =210 とするこの時 A ベクトルプラス x 倍の B ベクトルプラス y 倍の C ベクトルの大きさは実数の組 x y コール をに対して最小値かを取る。では、この問題を回答してみましょう。回答中は動画を一時停止してお願いします。まもなく解説いたします。まず、この問題の方針は、a ベクトルプラス x 倍の b ベクトルプラス y 倍の c ベクトルにそれぞれ a ベクトルの成分、b ベクトルの成分、c ベクトルの成分を代入して、このベクトルの成分を出してしまいましょう。代入すると、このような形になりますよね。そして。 x や y を中に入れてあげましょう次に x 成分同士の計算 y 成分同士の計算 z 成分同士の計算をすればこのような形が出来上がります次に a ベクトルプラス x バイの b ベクトルプラス y バイの c ベクトルの大きさはルートを使って x 成分の2乗プラス y 成分の2乗プラス z 成分ののの乗乗乗ププララスス y z とという形でで計算すすることができますただこのまま計算をしていくと毎回毎回ルートを書かなければいけませんから両辺を2乗した形で計算を進めてみたいと思いますつまりこの形で計算を進めていこうという提案ですこの問題この後どのように攻めるのかといえば問題は最小値を聞いているんです最小値といえば平方完成ですよねそこで 右辺を展開して、x の攻撃の順に直していきたいと思います。まずはこちらの1、1プラス x プラス 2y の2乗の展開は、1を2乗しましょう。x を2乗しましょう。2y を2乗しましょう。そして、1と x をかけて2倍です。x と 2y をかけて2倍です。1と 2y をかけて2倍です。さらにこちら、-1 プラス y の2乗は、-1 を2乗して1、前と後ろをかけて2倍 y の2乗になりますそして最後は1プラス 2x プラス x2 乗になりますよね。x についての項べきの順に整理をしてあげましょう。まずは x2 乗と x2 乗つまり2倍の x2 乗。そして次は 2x プラスの 4xy そしてプラスの 2x を整理してあげれば4かっこ y プラス 1x。そして最後に 4y の2乗と y の2乗で 5y の2乗。4y と マイナススののでプラスの最後に定数項が1と1と1でプラスの3とまとめることができます対象値といえば先ほども申した通り平方完成ですから平方完成を始めていきましょう赤いアンダーのところをまず2でくくってあげれば2中括弧 x+ 乗プラスの2括弧 y+ プラスの 1x となりますこのあと x の前の係数の半分の2乗を足して引きましょうもう一度言いますよ その後、x の前の係数、こちらですね。これの半分の2乗を足して引きましょう。すると、赤いボールペンで書いた通り、y プラス1の2乗を足して、y プラス1の2乗を引くという形の式が出来上がります。この上の赤いアンダーが、この下の赤いアンダーにすり替わった瞬間です。少しくどいかもしれませんけれども、この赤いボールペンで書いた y プラスの1の2乗というのは、x の前の係数、 y プラスの1半分にするたために2分の1倍をしたすると y プラスの1が出てきますからこれを強制的に2乗するんですね2乗したものを足して引くということになってるわけですさてそこで注目をしていただきたいのがこの水色のマーカーのエリアですねわざと足したことで括弧の2乗平方完成が完成します カッコが合わないのはご了解いただいてまずどのように完成させればいいかというと x2 乗何かを2回かけて x2 乗つまり x ですねプラスと書いてあるからプラスですもしもこれがマイナスだったらマイナスですそして最後にこの赤いボールペンのところカッコを見てください何かを2回かけて y プラスの2乗これって単純に y プラスの1のことです ということでこのような形で閉じて2乗を書いてくれれば簡単に因数分解ができますそれ以外の赤いボールペンのところや後ろのところはそのまま書きましょうさてこちらの中括ッを外してあげれば動かしますよこのようになりますよねこの2をかけてあげて2括弧 x プラス y プラス1の閉じの2乗2とこちらをかけますからマイナスの2倍の括弧 y プラス1の2乗プラスの 5y の2乗プラスの 2y プラスの3になります こちらを整理ししてあげましょうするとこのような形になりますさてここまでを整理するとこのような形が出来上がったわけなんですけれどもさらにまたこの黄色いマーカーのところ 3y2 -2y 乗プラスの1こちらも平方完成をしてあげましょうまずは y の2乗の前の係数3でこの2 y までを強制的に括ります。すると3 y 2y の2乗3分の2となりました。 この後 y の前の係数の半分の2乗を足して引いてあげるということをします。3分の2の半分は2分の1をかければいいわけですから3分の1になりますよね。それを2乗すれば9分の1です。それを足して引いてあげましょう。最後にこちらのプラスの1を忘れずに書きましょう。すると緑のマーカーでくくったところはカッコの2乗を作ることができますから y の二乗のところが y マイナスだからマイナス。九分の一は三分の一かける三分の一だから三分の一。とじの二乗となります。整理をしてあげれば、二括弧。x プラス y プラス一のとじの二乗プラス三倍の括弧。y マイナス三分の一とじの二乗プラス三分の二となります。そこで今ね。この式最小値を聞かれてるんだけれども。これが最小値になるためには、こう二乗されてるわけでしょもしもここのね、括弧の中がね、それぞれね。 マイナスだったりプラスだったりすると二乗されていくわけだから数字がどんどん増えちゃうよね。ということは x ププララスス y 1このエリアがゼロになってそしてなおかつ y マイナス分のこのエリアもゼロになれば最小値を叩き出すわけでしょう。変な意味だけど括弧の中がマイナスになってしまうと二乗されると数は増えるし当然プラスでも増えるよね。このカッコの中はそれぞれぞなないということがわかります。 そこで y ス3分の1イコール0は y イコールに直すと3分の1ですからこれをこちらの x+y+1 イコール0に代入してあげましょう。すると x -3 分の4が出てきます。つまりこの式は x が3分の4でなおかつ y が3分の1の時00になりますから最小値は3分の2もちろんこれは2乗の状態で 3分の2が出てきてるわけですから、そこに考慮して答えを出してあげましょう。では答えです。かっこ、XY がかっこ、マイナス3分の4と3分の1のとき最小値は、この3分の2にルートをつけてあげたもの、3分のルート6が答えになるわけです。いかがだったでしょうか。またよろしくお願いします。